みなさんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回はユニティ入門編の第3回です。今回からユニティの公式チュートリアルの玉転がし、ロールアボールのゲームを作りながら、これを少しアレンジしてゲームの作り方を勉強していきましょう。概要欄に玉転がしのチュートリアルのリンクを貼っておきますので、参考にしてください。まず、新しいプロジェクトを作ります。Windows のスタートメニューから、Unity Hub を起動して、右上の新規作成をクリックすると、プロジェクトを作成するウィンドウが開きますので、今回は 3D を選択して、プロジェクト名に、ボールゲームと入力して、作成をクリックします。するとエディターが起動して、ボールゲームのプロジェクトができました。エディターをすでに起動している場合は、上のメニューのファイルから新しいプロジェクトを選択すると、Unity Hub のプロジェクトの新規作成画面が表示されます。次にシーンを作成します。プロジェクトブラウザのシーンズフォルダーを見てみると、ここにサンプルシーンと書かれていますが、プロジェクトを新規に作成するとサンプルシーンがすでにできていますので、このサンプルシーンの名前の部分を2回クリックして、シーンの名前にステージ1と入力をします。これでステージ1のシーンができました。プロジェクトというのはゲーム全体のデータファイルのことですが、シーンというのはゲームの中の1場面、ゲームの一つのステージのことを言います。それでは、レイアウトを高いに変更して、まず地面を作ります。地面のオブジェクトを作るには、ヒエラルキービューのプラスのアイコンをクリックして、 3D オブジェクトの平面を選択します。これでシーンビューに平面ができます。そしてプレインというゲームオブジェクトができますが、これを右クリックして、名前の変更を選択して、この名前をグラウンドと入力します。次にこの平面を2倍の大きさに拡大します。このグラウンドのオブジェクトを右クリックして複製を選択します。するとグラウンド1というオブジェクトができて、シーンビューではグラウンド1が重なっていますので、矢印をドラッグして引っ張るとこのように2つの平面ができました。
さらに2つ複製します。グラウンドを右クリックして複製、グラウンドを右クリックして複製して、グラウンド2とグラウンド3ができましたので、グラウンド3を移動してさらにグラウンド2も このように移動して、これで4つの平面ができました。次にこの4つの平面の位置を調整します。まずグラウンドをクリックして選択して、インスペクタービューで X 座標をマイナス5、 Z をマイナス5と入力します。次にグラウンド1を X をマイナス5、Z を5として、グラウンド2を X を5、 Z をマイナス5、グラウンド3を X を5、Z を5と入力をします。これで地面ができました。次に地面に色を塗ります。プロジェクトブラウザのプラスアイコンをクリックしてマテリアルを選択します。すると、ニューマテリアルというファイルができますので、この名前をグラウンドマテリアルと入力します。このマテリアルというのは材質という意味で、色や光沢を編集して金属やプラスチックなどゲームオブジェクトの質感を表現することができます。またテクスチャーといって表面に絵柄を加えることもできます。それではグラウンドマテリアルを編集して地面に色をつけてみましょう。インスペクタービューのグラウンドマテリアルのアルベドという項目がありますが、これが色を編集する項目ですので、このアルベドの左の丸をクリックします。するとセレクトテクスチャーというテクスチャーの選択画面が出ますので、ここではデフォルトチェッカーを選択してウィンドウを閉じます。するとアルベドの左にデフォルトチェッカーが表示されます。次にアルベドの右の白い四角をクリックします。すると色の選択画面が出ますので、スライダーをドラッグしながら自分の好きな色を選択します。今回は黄色っぽい色にしたいので、このような黄色を作って、これでウィンドウを閉じるとアルベドが黄色で表示されて、これで黄色の
グラウンドマテリアルができました。次に、このグラウンドマテリアルを使って、実際に地面に色を塗ります。グラウンドマテリアルのアイコンをドラッグして、ヒエラルキービューのグラウンドのオブジェクトの上にドロップすると、このようにグラウンドオブジェクトにグラウンドマテリアルのデザインで色がつきました。さらにこちらのシーンビューのオブジェクトの上にグラウンドマテリアルを直接ドラッグ&ドロップすると、こちらも同じようにグラウンドマテリアルのデザインをつけることができます。このどちらかの方法で4つのグラウンドオブジェクトに色をつけます。これで地面に色がつきました。もし途中で何か操作を間違えたときは、コントロールキーと Z キーを押して前の操作を取り消します。最後に地面の周りに壁を作ります。ヒエラルキービューのプラスアイコンをクリックして、3D オブジェクトのキューブを選択します。すると地面の下にキューブができました。これを上に引っ張って、このように地面の上に持っていきます。そしてゲームオブジェクトのキューブをクリックして、名前をウォールと入力をします。次に壁の色を設定します。プロジェクトブラウザのプラスアイコンをクリックして、マテリアルを選択します。これでニューマテリアルができますので、この名前をウォールマテリアルに変更します。これでウォールマテリアルができましたので、インスペクタービューでこのウォールマテリアルを設定していきます。インスペクタービューでウォールマテリアルのアルベドの横の四角をクリックして、色の選択画面が出ますので、今回は赤っぽい色を選択します。このように赤い色ができましたので、ウィンドウを閉じて、ウォールマテリアルが赤っぽい色になりました。そしてウォールマテリアルをドラッグして、ゲームオブジェクトのウォールの上にドロップすると、シーンビューのキューブが赤い色になりました。次に壁の大きさを変えます。ヒエラルキービューでウォールを選択して、インスペクタービューでスケールの Z を19と入力をして、位置はそれぞれ
をマイナス 9.5、 y を 0.5、 z をマイナス 0.5 と入力すると、地面の一辺に壁ができました。最後にメニューのファイルから保存をクリックするか、またはコントロールキーと S キーを同時に押してこのシーンを保存します。次回はこの壁を増やして地面の刺繍に壁を作ります。今回は以上です。それではまた。